まあそれでもやっぱりね、あのボディが小さいっていうのは、まあ、こんなにも要はそのアングルに自由度が出るんだっていうのは、ちょっと驚くところではございますね。あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビーはい。さあ、ちょっと次いきましょうかね。はい,、はい。あモデルさんになりましたね。はい あのこれも同じ,くです、ね、同じ日です、あのちなみにです、ね、なモデルさんの撮影を、えー、っとあれは王室かな、栄かなぎりぎり、フラリエっていうところでやって、えー、その足で大須観音に行ったので、時系列でいうと、これっちの方が先です、あさっきの鳩のほが後になりますね、はい、これも、ね、135GM で撮っております。うん であのちょっとなんか白っぽくぽわっとなってるのは別にこのホワイトミストを使っているわけではなくてです、ねえー、逆光で、ね、ちょっと,とある角度で入れると、ね、こういう撮り方になるんですよ、だ、うん、から、ねうん、ふわっとですそうです頭のてっぺんにこの光が入ってると思うんですけどあの逆光になる瞬間逆光になってばしっと潰れちゃう瞬間とあと光がズバッと回り込んでふわっと明るくなる瞬間がひしゃたいてあるんですね。でその ふわっと要は明るくなった瞬間にこれはシャッターを切ってます。で、えー、これはもう、ワイド AFC の人物の瞳 AF も全開ですね、えー、まあ、これぐらいの大きさの被写体であるならば、まあ、増作もないという形の取り方です。うん、で、えー、これ、ほとんどが JPEG です。 えー、さっきのハトもそうなんですけども、えー、CR のローが、ね、確か対応してなかったんじゃないかな時で、えーまあジ JPEG をもとにその、まあ、調整を、微調整はしておるわけなんですけども、あのー、この時きにもさっきも言ったんですけど、135GM をセットアップしておるんですけど、まあ、確かにね、135GM とこの C のボディーって合わせると、若干レンズのほうが大きいかなという感じはするんですけども、まあ、あのー、慣れですね。 正直言ってあ,の全然慣れですであとはもうやっぱりねそのただボディが小さくてその例えば大須のおーあそこの商店街を歩いたりとか公園の中にいてもねやっぱ威圧感がいよいろに少ないですこのボディは。うん、うん、本当カジュアルな感じで撮りに来てるなっていうガチ感っていうのはほとんどないですね、まあ、そういった意味でもこうあまり他のところで悪目立ちしないように撮れるのかなという感じはしますね。 まあこれは普通に撮ってますね、まあ、普通の適正露出というかになってきましたが、えーまあ、こんな感じの手前にものがあるような状態でも、まあ、非常によくうピントは合ってくれる上にあのやっぱりねお色がねやっぱり結構いいですその背景のグリーンとかこのなんうんですかねこの金網のところに入ってるちょっとした青い感じけどこれ1 3五 g m っぽいなって思うやっぱ出方がね ちょっとああそうですか、うん、うん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 私も結構そこそこと10日くらい使わしていただいたことがあるんで借りてなるほどなるほどはいまああのある程度ちょっとは分かってるつもりだけどうん、うん、やっぱってか 135G 結構この黒も黒が結構乗るんで濃い色が結構乗るんだよねなんかなんとなくあ黒が黒いよねしっかりと乗るうんだから。うん ただ潰れてるわけじゃないですよね。これちゃんとこう出てるんですか？会これだと分かんない。あ、でもわかるか。なんとなく髪の毛のとこかちょっと分かるか。これは。ぎりぎりは。はい。この子ね、白白ちゃん白ちゃんっていうモデルさんで。白い服だけに白ちゃんなの？そういうわけじゃなくて。もうおじさん全開やな。 ね。この頑張ってね、引き出しを、ね、な,いない脳みそ絞り出してこう、だじゃれ少しでも言わなくてはいけないかなって、に駆られてやっぱりね、やっぱりあのギャグ、アルファホビー部のギャグメーカーとしては、もう、もう、 生傷、絶えないんですから、頑張って <laughs> 今もうね、生傷にタバスコをすり込んだっていうね、でもね、こういったとこなんかでもね、まあ、これ、かなり下からローアングルで撮ってるんですけども、これ、もうファインダー覗いてないですね、これは。うあの後ろのまあバリアングルを展開して、下から要は、えー、ノーファインダー,、えー、モニターを見た状態で撮影をしておりますこれ、フェンスのいいね、はい、この光、バッテの光、面白いね、いいなと思った。 いいでしょううこれいい、ね、かっこいい丸ボケじゃないっていうかね,、うん、こ,れねこれ面白いこれもねやっぱりねその午前中のね光だけなんですよねあのー「いいね、朝一でねここ何時に行ったかな9時半ぐらいにもうフラリアの開演と,と同時に入ってるんですけどあのー、帰りにここ行ったらもうこの光がなかったですうんうんでここ金網にこのちょっと白が入ってるじゃないですかこれがかっこいいなと思ったんですけど背景の処理でなるほど

あったんだけどこっちの方が面白かった、うん、だからこうちょっと多分ポーズとの相性がいいんだろうなこうやってやってる感じ。そこなんそこなんですよそこなんですよ。さすがやっぱりよう見とんな。うん、俺もそこだったんですよ結局。そことの相性でやはりまあ少し傾けた絵の方がまあ自分としてはあのその当時にまあ現場でね受けた印象としては良かったなっていう感じですね。うんうん、はい。まあこんなね要はもう百三十五 G.M. みたいなとこともねあこれ金網を越したとこの目に対しての。 フォーカスの入るよりチェックしてるんですけどもいい雑誌のなんか、ヤンジャンみたいな,なんかこうページの1ページに出てくるような写真ですね。こういうのありますよね、ねこういう金網のところにこう目をこうクロスさせるなんていうのはね、割とまあ定番でやるんですけどもね、これもやっぱりね、お色を見てほしいですね、この金網のね、このやっぱり淡いブルーっていうんですかね、くすんだ青、うん、これがね、まあ、非常に上品な色が出てて、過不足が非常にないわけですね。で ここのところがねやっぱり寂しいお色のボディなんかだと色が一気にないでもしくはこれが非常に色が強いボディになると青が出すぎちゃったりしてですね、えー、ちょっと強いって感じなんですけどもこのシロちゃんの表情がねやっぱりちょっとどこかミステリアスな感じでちょっとアジアンビューティーなんですよねこの子っていうのは。でそのふわっとした感じを出したいなっていうので、えー、まあ この金網のこの淡いブルーっていうのが非常に良いなと思ったんですけども、まあそこのところが非常に良く出たなっていうところですね。これ百三十五 G.M. だからこういうボケになるんだな、前ボケな多分な。ああ、これね、綺麗なんですよね。うるさいレンズで撮ると二重ボケならないんですよ。そう、うるさいレンズで撮るとこんな良い絵が出てこないので。ここにここ二重ボケするんですよ、これね。本当ね、すごいね。するんですよ。これはこのレンズじゃないと撮れないな。まあ大大したもんだなっていうところですね。はい。 あこれも逆光ですね思いっきり光がもうハイコントラストの中で撮ってて、うんえー、目がね片方だけには光がスポッと入ってるようなあい,いね、を撮ってるんですけどもあとはやっぱ髪の毛の毛立体感、ね、これすごいね、まあ、部長さうん、うん、俺なんかここまで髪の毛のところのこのハイライトを読んで撮れないな多分成り行きだったらと思けど<ー>ちゃんときちんとうこ,こう,う入っててで顔のさっき言った半分に入るってねちょっとそこまで現場で言ってね多分ね そこまででで対応できなな、い俺た自分でやったら。うん、ここはもう狙い撃ちでしたね、<ー>ここはあのちなみに、あのー、3人で回してたんですよ、その現場を<ー>で。で、僕と大谷君と、大谷君とこの若手のアンディと3人で回して、全員 C です、えー、と僕と大谷君が CR、でアンディが C2 で、全員ソニーの最新の C のセカンドジェネレーションを取ってて、<ー>まあ、なかなかすごかったですよ。で まあそんな中でいろいろ場所はここっていうのでやってたんですけどもここの,この光の入り方っていうのはそのこれ椅子にはそは反対側にはそは背もたれ側にはこはちょっとこうこうかぶさってもらってるんですけどもまあねここの,その場所の,この光の入り方がむちゃくちゃよくてもうテーブルの段階でかっこよかったんですよ。テーブルのの上に果物みたいいなのがちょっと置いて,あって 置いてある庭園だったんですけど、もうその果物のハイライトの入り方すごいよくてあ、これはもう、ここ座ってもらったらもう間違いなくいいなっていうので、うん、もう,こう決め打ちで行ったんですけども、でまあ、最初は普通に通ってたんですが、まあ、ちょっとうつむいてもらって、顔がちょっと影になるみたいな形で、髪の毛がハイライトをすごく出したいんで、えそういうふうにポーズしてくださいっていうので、あとはお任せですね、モデルさんに、そんな感じの一応、指示でやっておりますね。ここここも同じですすねれれははる角度が変わりますこれは そうですねああ白は、えー、とレフじゃないですあの、僕は何も使ってないです、これは自然光だけです、これは。あの多分これは、まあ、自身の白いシャツがレフ代わりになって,こを反射してます,、はいですね、これはまあちょっと引いた絵ですね、これは。あのまあ、見た通りですね。結構光としてはその強いんですけど、これ、上が、ね、木になってて、木からの木漏れ日の光なんですよ、これ。あ なので通常の光よりかは強く入っているふうに見えてさほど強くは実はないんですね、うんまあ、そういったところも要は、えーまあ、このボディはよく拾ってくれるなっていう感じです。でやはり、ね、こういうその繊細なモデルさんを撮った時にこのやっぱり高,高解像度っていうんですか、うん、のボディと高解像度のレンズの組み合わせってすげえなと、うんあ。これは,もうまずはのもうボケを 存分に、こんなんですかね、アクセルべた踏みした写真ですね、これはね、手前に草のボケを、前ボケを入れて、こうそうですね、ボケとサンドイッチした、要はえ写真なんですけども、かなりこれはえカメラのセットとしてはオーバーです、これは、かなりオーバー気味にして撮ってます。ISO もえちょっと上がり目 でえー、これは F 値もほぼ開放で撮ってて、えー、えなんですけども。ISO800 のシャッタースピード500、うんあ。そうそう、そんなもんでしょう、ね、800う、ね、8そうです、そんなもんですね。そう800ぐらいまで要は上げないと、ここぐらいまでオーバーにならないですね。はい、ああ、そうです、そうです、ロケ地はフラリエです、これ、フラリエです。はい、フラリエの朝一で行って、人の少ない時間で撮ってます。ね、っ狙ったんですね、部長ね、わざと。 もちろん、もちろん、もうめちゃくちゃ人気のスポットなんで、早く行かないと、撮れないんですよ。<う>で、ここの座ってるところとかも、人がもう本当に前後にすごく入っていっちゃって、さっきの,あの金網のところもそうですけど、うん、とにかく人が絶対入っちゃうんですよ、で見切れない時間で撮ろうということで、朝市に行ってます、これは<う>、はい。で、やっぱりこういったのもね、やはりその手前にこれ、草があったりして、そのオートフォーカスとして嫌なんですよね、その手前に結構持ってかれそうになって。うん、で 135なんでそのなんだろう手前に思いっきり入れてるわけじゃなくてちょっと離れたところにあるところに離れてる前ボケ離れてる、えー、柱離れてる被写体離れてる後ろボケっていわれまあまあ後ろが離れてるんですよね。うん でこの状態って結構、オートフォーカスがそのゃに持っていかれたりとかうん、うん、手前の,その草に持っていかれたりとかって結構まあしがちなんですがそこはやっぱりね、さすが AIAF でございますね、うん、もうこれもワイド AFC なんですけども、バリバリきてるの、初めからです、うん、もう鼻からそのカメラを向けて縦構図で見てるときに、もうモニターの中で、もう被写体として四角をも認証しとるんですよも。うん、もう今 半押ししてくれたらすぐ行きますよ、兄貴みたいな感じでもうスタンバっとるわけですね。まあそこはすごいなっていうのはもう感じますね、これは。はい、あこれもさっきのところに座ってもらって、まあ、同じところですね、ところを上からアッパー気味に、要はちょっと頭の天井のね頭の,その髪の毛の,そのグラデーションが出やすいように、で、まあ、伏せ目がちのところでの鼻筋をきれいだなと。あとまあ指がね ちゃんとポーズ取ってくれて、ね、まあ、ネイルも、ね、すごい綺麗にしてくれてくれたんで、指を取ってあげたいなっていうので、えーまあ、少し入れている感じで、えー、ございますね。うんまあでもね、あのー、このぐらいの上からのアッパー気味からのところで目がかなり小さくなっている状態でも、まあ、当然、AF は目に、ね、アイホールにビンビンに来とるわけですよ。なので、まあこの辺のでこ辺 そのオートマチック感というかね、えー、構図と光とあと、えー、モデルさんのちょっとした、えー、表情の変化だけに集中してそれでかい、えー、もうポートレートはねー特にそれでかい本当大きいんですよ、うん、もう、えー、オートフォーカスに関しては、うん、もうお前任せだ、うん、頼むで いけるというのがまあ非常にですねなのでまあそのポートレートをね今から撮りたいなとかねまだちょっと不慣れなんだという方こそやはり AIAF の搭載ボディというのを。 もういち早く導入してそこに関しては早く解放されると、うん、もうとにかく光、り構図表情、仕草もうそこがポートレートのやっぱりもすべてでございますんでね、うんえー、そこだけに集中するというのが、まあ、僕はいいんじゃないのかないいうふうふに思いますね、はい、私のワンちゃんの時もそうでしたからやっぱそこの部分構図だけにこだわればいいんですあ,<ー>ある程度あと、連射スレだけだから全然ない最後になります。 あちなみにね、ごめん、さっきのもう一枚戻してもらっていいですか。ははい、はいごめんなさい、これちなみに構図なんですけども、一個前の横構図のやつ。あ、横、横はい、横位置ですね。はいはいはい、これね、はい、これねあの目線が左にいってるじゃないですか。あ、それ言おうと思ったんだけど、あ,あはいはい。そう、これで、ね、一応、まあえー、っとまあ、ボディの話なんでね、お写真の話、まあ、少しさせてもらうとですね、えー、じゃあ、これ、これ今、右側が空間開いてるじゃないですか。うん つい逆広げたくなるんだよね逆なんですけどこれはあえてそこ逆張りしてるんですよ、ね、なぜかというとこれはこのシロちゃんの、まあ、モデルさんのこのようはちょっとエキゾチックでミステリアスな表情からくるところがゆえんしてるんですけども、うん、あのやはり目線の先を見せたくないんですよ目線の先これカメラからないじゃないですか。うんうん 目線の先何があるんだろうって感じますよね、うん、だけど例えばじゃあこれが目線の先の左側が空いてる状態だと空間に目が行くことになるんですよ。うん、そうだねそれってねやっぱりねある程度見えちゃうんでね面白くないんですよね、うん、そこって。でやはり目線の先を要は連想させるその先何かあるんじゃないかなじゃあ彼女が何を見てこういった憂いてる顔を要はしながら何を見てるんだろうっていうのを連想させるためにあえて、えー 目線の先を壁にしてるんですよでこれっていうのは、例えば車の走行シーンなんかでもそうだ、車はもうそのヘッドライトとの目と一緒なんで、その目の、目が明らかに目線が向いてる方向っていうのは、空間を空けるのかなくして壁にするのかっていうのは、印象がまるで変わってきます。で、これっていうのは、どっちがいい悪いじゃないんですよ、どう見せたいかっていう話だけなんですね、これは。えー、なので、えー、例えばじゃあ、これは左側が空間があっても、明らかにもう要は見えてるってことは、 要はどっちかというと未来志向の写真に僕はなると思うんですね、もし仮に左が荒れてるとするならば、目線の先が開いてるんで、だけどこれは目線の先が詰まってるんで、ちょっと不安が強くなるんですよ、これは。 という印象を僕は出したかったなと思ってあえてこれはこちら側を詰めてでるんですね、これは。素晴らしいそれだから、わざとやってるんです、これは。ね皆さんももしモデルさんの撮影するときに、目線がカメラ目線じゃないもの、もう多分あると思うんですよ、これも当然、目線はカメラ目線じゃなくて、少し,し伏せ目で目を左右、キョロキョロさしてっていうふうに両方やってもらってるんですよ、よこれは。 でその中で目,線を目配りをするときていうのは、えー、全体的な構図の中で、えー、壁にするのか開けるのかっていうのは気を使って撮ってあげると全く違う印象の写真になるのでぜひ試してみてくださいそれははい。 っていう形ですね。はい、あたださんありがとうございます。そこを見ていただいて、目線の先めちゃ,くちゃ気になったそうなんです。意図的なんですよ。こう狙ってやるんですよ。これはで簡単なことなんですよね。ほんのちょっとのことなんでね。皆さんもちょっとやってみるとね。非常にいいと思います。はい、すみません。ちょっと話を降りました。ごめんなさい。最後の写真ですね。はい、まあ、これはローアングルですね。これもですね。もう当然ファインダーは見ておりません。えー、液晶をパタッとこう。はね。展開して。 えー、もうほとんどこれはもう下のこの橋の床にねカメラをペタッとくっつけるぐらいの感じで、えー、下から狙っておるんですけどもやはりこういうねちょっとアクロバットな要は、えー、アングルなんかでもやっぱりこういう小さいボディっていうのは非常に役立ちますあのよく言えばねやっぱりバリアングルとそのチルトの合わさったバリチルが良かったななんてねやはりまあ当然贅沢も少し出てくるわけですがまあでもこの厚みに収める。 っていう目的があって、うんえー、バリチルではなくてあとコストですよね、うんえー、やっぱりそのバリアングルを選択したっていうのは僕はまあ受け入れてはいるんですけども、まあ、それでもやっぱりねあのボディが小さいっていうのは、まあ、こんなにも要はそのアングルに自由度が出るんだっていうのはちょっと驚くところではございますねはいまあそんな感じですね、はい、私の作例こんな感じですまた、はい、135GM は売れるんじゃないですか部長のおかげでいやみんな買ってほしいね、うん、あの 外の撮影、うん、フラリエぐらいの、まあ、フラリエ行ったことがある人は分かると思うんですけれどもあの、めちゃくちゃ開けてるわけでもないし、めちゃくちゃ狭いわけでゃないんですよ。で、あの視野の狭さが135ぐらいの狭さでも十分絵になるぐらいの内容なんですね。なので外で外撮影する場合は 85mm とかね結構言いますけども135っていうのはもう本当に外撮専用スペシャルみたいな感じでえまあ1本持ってもいいんじゃないのかななんて気軽に言うほど安いレンズじゃないですが <laughs>、うん、あのじゃないですけどもあのちょっと人物撮影とかねそのまあポートレートあとは僕は車の写真なんかも135よく使いますけどもあのそういうもう要はすごくクオリティの高いものが。 要は体験してみたいクオリティの高いレンズっていうのはどういうものが撮れるんだろうっていうのをぜひやっぱり、えー、自分で見てみたいと思ってる方は 135GM っていうのは、まあ、E マウントユーザーにとっては、まあ、あの持っておいて損のない1本なんじゃないかなっていうのは思いますね。はいまあ、そんな感じです、はいはい